はい、それではお時間いただいております。本日、空気清浄機ご案内させていただきますのは、私ビッカメラ有楽町店家電コーナー門中と申します。よろしくお願いいたします。まあ、今寒い中空気清浄機部屋で使われている方もいらっしゃるかとか、あとは買い替えとかも検討されている方いらっしゃると思うんですけど、空気清浄機を選ぶ上でどういったところがポイントになってくるか、私3点、交えてお伝えをさせていただければと思います。まず、1点目なんですけども、やっぱり空気清浄機、普通に空気だけを吸うタイプと、あと加湿があるタイプっていうのが分かれてまして、やっぱりこの季節、お部屋であってもやっぱり暖房とかでお部屋の空気がやっぱり乾燥してくるって方も多くいらっしゃると思うので、どちらかというとやっぱり加湿があるタイプの方が、部屋も潤いますし、すごいおすすめになるかなと思います。で、2つ目なんですけど、ちょっとこっちになるんですけど、空気清浄機って実は空気を吸っているところが、主に3箇所ありまして、1つはシャープの場合だと背面から空気をしっかり吸い上げますよっていうのが1つ目になってます。で、次にパナソニック、こちらですね。パナソニックは対照的にこの下からしっかりすくい上げますよっていうのが代名詞となってます。で、その間を取るのが、ちょうど中央のダイキンになるんですけど、ダイキンだと、パナソニックみたいに下も吸うんですけど、側面からも吸うことができますので、それぞれ利点を簡単に申し上げると、背面から吸う場合だとやっぱり空気中に舞っているものっていうのがすごいしっかり取れるんですけど、やっぱり背面をから吸うということは背中を開けないといけないんで、やっぱり壁にぴったりつけたりっていうのが難しい。もちろん少なくは済むんですけど、やっぱりちょっと置く場所に制限が出てしまう。で、逆にパナソニックのタイプだと背中をしっかりくっつけて下から空気を吸うことができるんで、例えば足元に落ちてるゴミとかをしっかり強力に囚人して回収することができます。で、ダイキンの場合は下とさらに横からも吸うことによって、待ってる空気も取りつつ、下にある空気もしっかり回収する、バランスよく回収することで、どんなお部屋でも快適にお使いいただけるような構造になってます。で、3つ目なんですけども、やっぱり空気清浄機というのはメーカーが日本製のメーカーと海外用のメーカーとなるんですけど、やっぱり日本と海外でちょっと考え方が違うところがありまして、日本製メーカーというのは基本的にフィルターの耐用年数が10年使えますよと、10年間お手入れとかしてもらって長く使えますよっていうのがありまして、例えばこれちょっとダイキンになるんですけど、こういうふうにフィルターの10年が10年あるんで、正直10年も使ってしまう、使っていただいていればもう本体がやっぱり交換の時期になるんで、フィルター交換をもうせずに本体ごと交換という方がよくいらっしゃいます。もし海外製メーカーだとやっぱり1年に1回に交換とか半年に1回に交換っていうのがやっぱり発生します。でもそれも悪いことばかりじゃなくて、日本製メーカーは結論ご自身でお手入れ掃除機で吸ったりとかしなきゃいけないんですけど、海外メーカーはそれをしない代わりに、交換することでずっと綺麗を維持できますよっていう形になっているので、やっぱりそれはもう考え方次第、もう手間を少なく綺麗な状態にするか、手間を使う代わりに長く綺麗にお使いいただくかっていうのを、ぜひお選びいただけかなと思います。で、今回この3点選ぶ基準としてご案内させていただいたんですけども、その中で私ビッカメラ販売員としておすすめの商品を3点ご案内をさせていただければと思います。ビッカメラ販売員の私おすすめさせていただく3点、まず1点目はこちらのシャープの、KIRX70 というタイプになってまして、こちらの新製品になるんですけども、シャープといえばやっぱり代名詞としてはプラズマクラスターネクスト、ここにもしっかり書いてるんですけど、今までのプラズマクラスターというのは2万5000とか7000とかあったんですけど、それがいえば数を表してまして、今回は5万っていう、もう今までのプラズマクラスターの倍以上の密度になってますので、プラズマクラスターがあることによって、例えば空気中に舞ってるゴミとかの静電気を除電してくれて、そのゴミがいえば服とかから、静電気があると服から離れなくて、それが結果的にお部屋の鼻とかに入っちゃったりして反応しちゃったりするんですけど、これによって除電することによって、そういうゴミとかが外れて、その外れたゴミをこの空気清浄機がしっかりキャッチして囚人してくれるんで、お部屋ももちろんですけど、例えば衣類についたものとかもしっかり除去してくれる素敵な商品になってますので、すごいおすすめになってます。またここにココロエアーっていうアプリがあるんですけど、ココロエアーってアプリを使うと、スマホとかで空気が今どういう状況かっていうのを見ることもできまして、空気が今きれいになっているっていうのも実感できますし、エアコンと連携することによって、相互作用でうまく部屋の空気を循環させて、より効率的に早く空気をきれいにすることができますので、非常におすすめのお品物となっております。
で次に、おすすめさせていただくのが2点目なんですけども、こちらがパナソニックの、こちらですね FVC70XV っていうのを書いてまして、こちらとしてはまず一つはやっぱり一番特徴的なのはこの下から吸うっていうところなんですけど、やっぱり花粉とか重たいものってやっぱり今地面付近にあって、やっぱり地面にあると移動したりとかで舞い上がっちゃって、それが鼻に入っちゃって、すごいくしゃみしちゃったりとかもあるんですけど、地面付近にあるものをしっかり吸引させていただくことによって、キレイがすごいできるっていうところと、ここにちょっと可愛らしい赤ちゃんの写真もあるんですけど、赤ちゃんってやっぱり一番ある意味地面に近い存在になりますので、そういうところをしっかりきれいにしてくれることで赤ちゃんにも優しい空気清浄機になってます。でこちらのナノ EX、これ、イオンがついてるんですけど、花粉を抑制って書いてる通り、13種類の、1年間日本って、大々的な花粉が、13種類あるんですけど、それを、しっかり抑制してくれることによって、花粉に対する、対策もしっかりできているものになります。でこちらですね、高感度ハウスダストセンサーというのがついてまして、これが下側についてるんですけど、これによって高感度になるんで、大きいゴミはもちろんですけど、本当に微細な粒子とか小さいものも細かくしっかり認識をしてキャッチをしてくれる、もう取り逃しのないようなものになってますので、もうセンサーお任せで自動でもう置いてるだけで綺麗にできるようになってますので、非常におすすめとなってます。ぜひ今の季節見ていただきたいのがこのお急ぎ加湿っていうところなんですけど、名前の通りやっぱりお部屋暖房使ってるとお部屋乾燥しちゃったりとかあるんですけど、このお急ぎ加湿モードで例えば帰宅した時とかに入れておけば、すぐ加湿能力が働いて素早く潤いのある部屋の快適なお部屋にすることもできますし、非常におすすめの能力がもう一つありまして、これはちょっとご自宅にパナソニックエアコンエオリアって、パナソニック出してるんですけど、 LX っていう加湿ができるエアコンって今あるんですね。このエアコンと連動をして、エアコンも空気清浄機も加湿することで、より素早くお部屋を加湿できるっていう素敵な能力がついてますので、ぜひもうエアコンついてる方であればもう間違いなく一緒に選んでいただいて、総合両方使っていただければなと思います。でここで一言ポイントなんですけど、エアコンと加湿器をもし一緒にお部屋に置く場合は、エアコンと加湿器を対面に置くことによって、こういう対流が発生してより効率的に運転することができますので、今後一緒にエアコンと空気清浄機運用される方であるとか、今エアコン使ってらっしゃって、例えばエアコンの真下とかに空気清浄機を置いている方は、もしスペースがあればぜひ対面に置いていただくと、そこの良さが実感できるかなと思いますので、ぜひお試しいただければなと思います。じゃあ最後、おすすめさせていただくのがこちらのダイキンの MCK70YBK という形になってまして、ちょっと背が高いモデルになるんですけど、比べてみるとちょっと分かるんですけど、横幅がすごいスリムなモデルになってますので、ちょっと、A4 用紙ぐらいの横幅があれば置く場所にも困りません。でやっぱりダイキンとしてすごいところとしては、タフフィルターっていうこのフィルターがついてるんですけど、今までこのヘパフィルターっていうのがすごい主流だったんですね。でこのタフフィルターというのは名前で言うと頑丈とか屈強とかそういう意味があるんですけど、やっぱり10年使っていると能力がやっぱり多少なりとも落ちてしまうという現実があるんですけど、長く使いいただける場合でも囚人効果が落ちずにしっかり囚人できるものになってますので、非常におすすめのものとなってます。でダイキンとしてはストリーマーというこういうものがついてるんですけど、これによって取り込んだ空気ウイルスを抑制。でこちらですね、ただこういう空気中のものだけではなくて、加湿する水も清潔にっていうところで、トレーのところにもそういうストリーマーを作用させることによって、加湿のやっぱりお水ってやっぱりどうしても菌が繁殖しやすいというか出やすいものではあるんですけど、そういったところもしっかり抑制してくれたりっていうところで、空気だけじゃなくて水も清潔にお使いいただけるような機種になってます。またやっぱり加湿使ってる方だと特に分かると思うんですけど、やっぱりタンクをいちいち出したりってのはすごい大変なんですけど、ぜひちょっとこちら見ていただきたいんですけど、基本的な加湿っていうのがやっぱりタンクを出す必要があるんですけど、ここをぜひ見ていただきたくて、こういうふうに側面からこの口があるんで、もうここから例えばこういうボトルとかで吸水するだけで加湿ができる、わざわざ重たいタンクを持って洗面所とかに行かなくても吸水ができるんで、すごい効率のいいものになってます。でまたこれ自体もこのまま外すことができますので、お手入れとかもすごいしやすいものになってるんで、やっぱり今までちょっと加湿を使ってるけど吸水がめんどくさいなと思ってる方とかいらっしゃれば、こういう機能ぜひ素敵な機能になってますので、ぜひお買い求めいただければなと思います。
はい、で今までご説明ご清聴いただきありがとうございました。で、まあ、総括としましては、空気清浄機ってやっぱり、まあ、他社いろんなメーカーのものいろんな得意なものあると思いますので、もしご来店いただいた際には当店専門販売員がぜひご案内させていただきますので、お客様のお部屋のご要望とかお悩みとかをぜひ聞かせていただければ、お客様に合ったお部屋のものをぜひご案内させていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。